皆さん、こんにちは。私は中国の弁護士のチン・イファンです。今、東京に常駐しておりまして、日本の外国法人の弁護士の登録もしております。今日は我々の4人でこのパートを担当いたします。私はモディレーターとして担当いたします。まずは自己紹介をさせてください。モチ先生、お願いします。私は弁護士の茂木と申します。日本はですね、中国弁護士とこのチームを組んで、中国企業のインバウンドマーケットであったり、日系企業の中国のアウトバウンドのマーケットなんかをサポートさせていただいております。その中で、仮想通貨についてですね、アドバイスさせていただくこともございますので、今日はそういった話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。まずプラノン中央委員長の弁護士のキャラと申します。ご推薦と同じように、金融取引、それからマドウェイ、グローバル取引等について、いろいろ会話させていただいております。本日の短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。Hello everyone, I'm so pleased to be invited here to share my experience and insights in terms of the regulatory environment in China and the other states. Actually, I'm calling on Mr. Chen Yifan. We are also founders of OnePoint. My another role is general counsel of Semish Capital, which is the only Semish Capital firm in China, which focuses on investment in cryptocurrency and blockchain. And personally, I've been in this sector for almost 6 years, since 2013. And I invested my first Bitcoin, actually, in 2012. So, thank you very much. ブロックチェーンには国境はありません。法律には国境はあります。今日はその前半は日本、後半は中国というようなその話で、このような法規制の話をさせていただきます。まずはその平野先生と星先生の日本のバージョンをお願いします。はい、承知しました。ブロックチェーンを取り巻く、まず日本の法的規制の現状や課題について、簡単にご説明させていただきたいというふうに思っております。日本におきましては、ブロックチェーンの活用は、仮想通貨関連においてまず発達してきたと言っていいと思います。でこの仮想通貨に関する法令としては、神経細胞という法律があるんですけれども、まずこれについての現状や課題について、ご説明の方から簡単に説明をしたいと。はい、では私から仮想通貨について基本的な法制度について説明させていただきます。次のスライドに移っていただければと思いますが、ご紹介でございますように、仮想通貨はですね、資金決済法というものの2条5項というところに定義されています。あの左上のところですね。そこから条文そのままなんですけれども、その中に1号2号というものがございまして、それぞれ1号仮想通貨、2号仮想通貨と呼ばれております。一号仮想通貨についてまず説明させていただくんですけれども、この右側の図が分かりやすいと思います。こちらをご覧ください。こちらのですね、4つの要件を満たすことによって法律上仮想通貨ということになるというふうに整理されています。まず1つ目の要件なんですけれども、通貨建て資産ではないということになっています。これは通貨建てだと例えば円だとかドルに紐づいているかですね、まさにそれは仮想通貨ではなくて国の発行する法定通貨になりますので、定義から外されているという整理です。2つ目、電子的財産的価値があるということですが、これは仮想通貨なんですね。仮想という言葉をまさに表現したところで、電子的なものを想定しているということです。3つ目の要件はですね、個人間送金が可能ということなんですけれども、お金はですね、点々流通して、要するに A さんから B さんに渡っていくということは可能なんですけれども、まさに仮想通貨においてもそういった点々流通性が求められるというのがこちらの要件になります。最後にですね、4つ目、不特定多数の相手に対して、左も見ていただければと思うんですけれども、決済手段として利用が可能で、売買が可能ということです。これはまさに、通貨ですから、決済できないという意味がないので、これを表現したことになっております。そして、この1号が、これが1号仮想通貨なんですが、これと交換できるものが2号仮想通貨として定義されているという制度になっています。現状、そうすると、日本で、発行されている仮想通貨というものは、これは1号なのか2号なのか
単にこれはどうなんでしょうか。はい、まあですね、日本ではまあもうご存知のビットコインとかイーサリアムのビットコインが上場されて取引されていますが、これはもう基本的にですね、一号仮想通貨といった規制です。二号仮想通貨というのはですね、先ほど申し上げたように一号を交換できるそういうものを定義していくんですね。これは何かと言いますと、要するに一号と変えられるであれば、まあ、仮想通貨として実質上同じことができてしまうでしょう。そういった選択を抜け穴をですね、防止するために定義されているという理解でございます。この仮想通貨の取り扱いに関しては、今日本の法令上何か許可等の資格が必要なのか、そのあたりはどうでしょうか。はい、それはですね、こちらのスライドの左下の方に書いてある通りですね、この仮想通貨に該当するものをですね、交換する業ということを行うためには登録が必要になってございます。その交換業というのはこちらにある3つなんですけれども、例えば、まあ、仮想通貨の売買と交換というものですね、例えば円とビットコインを買えるとか、ビットコインとイーサリアムを買えるといったことだったりします。2つ目はですね、売買取り次ぎ、これはマッチングですね、個人で売りたいと個人で買いたいとマッチングして手数料をいただく、そういうビジネスを想定しています。3つ目は、これに伴っていわゆるウォレットで提供する、こういった業務になっていて、これらを行うためには登録が必要、そういう制度ですね。望月弁護士は、この仮想通貨の交換業務について、申請をサポートしたというふうに聞いておりますけれども、まあ、現状、この仮想通貨交換業の登録に関しての、まあ、状況ですね、そのあたりどんなものか、簡単に教えてもらえますか。はい、こちらはですね、皆さんご存知のようにですね、日本においてこういうチェック問題ですとか、さまざまな流出事件がございました。そこでですね、登録について審査をする金融庁はですね、非常に厳しくなっています。特にセキュリティ問題についてかなりしっかりとした対策を行っておられる。加えて従前からですね、仮想通貨であってマネロに使われてしまうということも懸念されていましたので、この2つについてきちんとした責任者を設けて、規定を設けて、認識を回して、きちんとしたコンプライアンスができるということがありがてないと、なかなか登録というのは現状難しくなっていますね。まあ、現状は金融庁のそういう規制が非常に厳しくなっているということだと思いますけれども、まあ、その中で近年、金融機関さんとかが、またいろいろな仮想通貨関連の動きを見せておられまして、まあ、最近ですと、みずほ銀行さんがデジタル通貨ですね、チェーコインというものを発行したりとかしてますが、これも仮想通貨というのを代表するんでしょうか。ですね、こちらはですね、実はこの要件を見ていただくと、一番上のですね、積み立て資産ではないというところの要件を実は満たしていません。というのもですね、J コインは8コイン1円ということで、固定になっております。そうするとですね、まあ、要するにこれで法定通貨と同じなので、仮想通貨という政治ではなくて、仮想通貨という政治にはなっていない。まあ、直接的な仮想通貨ではないにしても、いわゆる大手の金融機関もこういったローンに非常に関心を示していて、またその発行主体が信頼できる機関であるということも含めて、まあ、仮想通貨の普及に関しては、これは間違いなくプラスになるところに見てよろしいでしょうかね。はい、そうですね。私としてはそうだと思っております。で、仮想通貨が提供されていろいろと取引があるんですけども、従前の皆さんの例えば、基本的に全部投機目的ですね、安く買って高くというキャピタルゲームを目的としたですね、取引が多いんですが、まさに今回、J コインが取り上げしているのは決済ですね、資金決済に着目した取引なので、これはこういった新しい使い方の将来性があるんじゃないかなと思います。わかりました。ではちょっと次のスライドにお願いしますでしょうか。はい、じゃあ続きますね。今度は私の方からブロックチェーンの非常に品質的な論点になっております個人情報、との、まあ、関係、衝突について、まあ、専門家としての個人的な意見も含めて簡単にコメントしたいというふうに思っております。で、まあ、この個人情報保護法というのは、皆さんもご案内の通り、一定の管理者の存在を前提とした個人情報の保護のあり方を規定している法律でございます。したがってその管理者のこう、まあ、介在を前提として情報がどのようにコントロールされていくのかと、あるいはそうしなくちゃいけないということを定めているのが個人情報法の、まあ、法的な枠組みなんですね。ところがこのブロックチェーンという制度、仕組みというものは真逆の、管理者がそもそもいない、管理者を前提としないこの分
散型の幅広い情報の共有というものを、まあ、前提とした制度ではないかなというふうに見られるわけです。そうしますと、まあ、私なんかから見ると、そもそも、まあ、日本の個人情報保護法というものが、ブロックチェーンの仕組みの中でですね、まあ、議論として噛み合うのが難しいのかなということを感じているところでございます。その議論が噛み合わないということなんですけども、それって具体的にどういう形で現れるんでしょうか。そうですね、まあ、特にあの具体的なことで申し上げますと、やはり私はブロックチェーンの仕組みの中の非常に根幹的な情報を一度記録すると削除や修正することが、まあ、ほぼ不可能であるという不可逆性、改ざんに対する耐性ですね、これとその個人情報の訂正、修正、削除といった要求、この問題の衝突というのは、まあ、なかなか深刻だなというふうに考えていましたですね。従いまして、あのこの問題を解釈によって、解決をしていくという方向性ももちろんあり得るわけですけれども、かなり法的には、まあ、難しい、解釈をつなぎ合わせるようなことになりかねない。新しい技術に対しては、そのことを一方的に新しい法律を作って解決をしていく。まあ、特にその、こういった個人情報については、ブロックチェーンを使うことによって、まあ、国際的なですね、国境を越えた利用というものが接してくると思いますから、国際条約の解決といったものも必要になってくるのではないかなというふうに考えています。その、まあ、法律から見ると、まさに個人情報保護法上ですね、情報の訂正だというのは非常に重要な個人の権利だと考えているんですけど、ブロックチェーン上で、この不可逆性という性質というのは、絶対的なものなんでしょうか。あのこのあたりは私ども今回こういう積み上げ参加させていただいて他の専門家の方にもいろいろご意見をお伺いしたいなと思ったところなんですけれども、やはりその全体的と考える考え方とそこを少し柔軟にいこうという考え方が両方あり得るのかなというふうに思われるところですね。で、まあ、これに関して非常に参考になるなと思いますのが、まあ、有名なザ・ダオ会議ですね。これ2016年にあのスマートコントラクト上の、まあ、バグですね、これが狙われてしまって約50億円に相当する仮想通貨が流出したと、攻撃者の手元にある状態になったと、こういった事案になりますけれども、まあ、こういったその不正が起きたときに、どういう対応をするかということに関して、当時、ブロックチェーン、仮想通貨の業界の会話では、非常な激論が交わされたというふうに聞いております。まあ、一つはブロックチェーン上のデータそのものをですね、削除、修正する、そして元のそういう攻撃がある前の状態に戻す。こういう形の整理の仕方ですね。まあ、しかしこれは、まあ、ブロックチェーンの理念に明らかに反する、非不可逆性、あるいは改ざん体制というものを最大の特徴としてきたブロックチェーンとしては、やはりそういう削除、訂正を認めるのではなく、そこを重視して、まあ、警察なり捜査機関に対応を委ねると、こういう考え方に二分されたというふうに聞いております。まあ、この時は最終的にハードフォークといいまして、まあ、データ自体を削除、修正するという取れるわけですけれども、まあ、これによってあの古い体調が残って、リーサーが2つに分裂したというようなことも起きておりますが、まあ、法律家から見た場合にあのこういうふうな理念と現実の衝突といった時の解決の仕方としては、あこういった解決が決して、まあ、悪いものではないのかなというふうにも思っているところです。まあ、ただいずれにしても法が想定している外の問題に対してこういう、まあ、問題が起きたというのは非常に興味深い。要するにやはりその個人情報保護との関係で言いますと、その立法的な解決を図って法律を修正するかなんですけども、ブロックチェーンの仕組みについてちょっと修正して合致させて合わせる、こういうことになりますね。ちょっとすいません、ここで話は変わるんですけれども、まあ、ブロックチェーンのですね、いわゆるスマートコントラクト、こちらをですね実装することによってよりいろいろなことができるようになる、こんなふうに言われているんですけれども、そのコントラクトという言葉が、我々法律からするとすごく馴染みのある言葉なんですけど、ただ、法的にはどういうふうに整理すればいいのかなというのがあるんですか。あの、まあ、今まさにこのザ・ダオというのもスマートコントラクトの一種ということで話が出ましたけれども、あのスマートコントラクトを、まあ、いろいろこう使うときに、契約が自動執行されるというような、あるいは、まあ、スマートコントラクト自体で契約が完結するというしますけれども、ちょっとこれはあの法律家の視点からすると実態に反しているところもあるのかなというふうに気がしております。つまりこのスマートコントラクトで行われるのは、まあ、A であれば B、
ならば B、クリエイゼン B と、こういうですね、B というものを特定した上で、それを一定の条件が、つまり A が整ったときに同時履行すると、まあ、即時決済に馴染むような執行行為をですね、契約の履行行為をブロックチェーン上で行い、記録をしていると、こういうものだと理解したことです。ところが、当然そのスマートコンタクトというブロックチェーン上に契約自体が乗っかっているのかというと、やはりその分析的に考えた場合にですね、契約、つまり両当事者の意思の合致という行為は、ブロックチェーン上で、そのコードを動かして契約を自動執行しようという合意が、やはりブロックチェーンの外で当事者間でまず成立しているんだろうと、こういうふうに考えるのが、一般的に考えると、やっぱり非常に違和感のない解釈が。もちろん、例えば約款をきちんと作って、その約款に賛成した参加者がスマートコンタクトに参加をして、すべての手続きを、こういった加速するとか発行自体が認められていない、という状況があり、日本と比べると、やはりそこら辺が大きな違いがある。ただ、その分、ブロックチェーンをどういうふうに活用していくかというふうに関しては、非常に興味深い。さまざまございます。この辺はどうでしょうか。先ほど非常に面白いテーマが取り上げてくれて、スマートコントラクトの話です。そこで孫弁護士に、中国のブロックチェーンの弁護士の中の第一人者としての2012年からずっとこの辺の研究を重ねてきた専門家として、ぜひこの一番日本にはあまり議論されてない話なんですけど、このスマートコンタクト、コントラクトに対して法人格を与えるかどうかというような非常に新しいテーマの知見を聞きたい。まずはイエスの与えるべきかどうか、次はその理由を聞かせてください。
based on the satisfaction of certain conditions, which I would expect that these conditions will include that first there will be registration will be done with a government authority by the developer or the deployer of the smart contract. And this smart contract must have certain digital assets inside it, and it can bear legal responsibility and liability toward any person who may suffer loss arising of the running of this program. So that is my general conclusion. However, it's still taking a very long time to go forward. I don't think I will see any positive outcome in the next 3 years. あの次は少しその中国の話に戻って、この実際 の, その現状ですか、あのより現場の話を聞きたいと思います。あの今はもういわゆる ICU は中国が全面的に停止されていることは、この現状が皆さんご存じの通りですね。このようなその中国法上の今の動向ですか、実際にはその発送の商品としての位置付けられています。商品として発送商品ですね。付けられています。じゃあ実際に、まあ、今日一日 の皆さんとその実際 の, そのたくさんのランドテンプラーに向けた話があります。結局中国では今どんな現状ですかと、あのトークの箱は全くないかどうか、そこはそのまだ詳細に聞きたいですね。当然に各国の中では今すでにセキュリティとかセキュリティトークンとかあのユーティリティトークンとかの箱ですか、あの移行はされています。中国はそこまでの専門家の箱移行はないと思いますけど、でも実際に質の中でこのようなそのトークの発行のビジネスが実際にあるかないかの確認をさせてください。これに対して中国 の, その事例ですか、挙げてください。Let me share my experience. You know, actually, the Chinese government has many things about token. First, it has any token offering. So you can offer any digital token to the Chinese people in China. And it also has the central trading platform for token, such as exchange, such as Huobi and Bybalance. Technically speaking, they're joined out of China. Obviously, they're still running their business through a source, you know, overseas vehicle outside of China, such as Polka and Mirror or something like that. And so I think the general policy is that the Chinese government would like to just ban the financial speculation to avoid so many people get involved in this sort of speculation. And the point is that, however, peer-to-peer trading of Bitcoin and other digital tokens is allowed. People get allowed. Such as if I sell a Bitcoin to a certain and pays me some RMB denominated price, such a peer-to-peer transaction is legal. However, you may be, if you pay a fiat price to me, then that kind of payment could be unwelcome to the local banks. The local bank, if I may pay any better price for purchasing Bitcoin, then they may freeze my bank account. That's the point. However, you know, this peer-to-peer transaction is still legal. It's just that maybe not accepted by the local banks. I think this probably happening in many other jurisdictions. Japan. I don't know what's happening in Japan in terms of this peer-to-peer trade of Bitcoin. I believe it's legal, but it's not maybe it's not welcome in the banking industry. That's my explanation of the Chinese situation. However, you know, the crypto space is still very hot in China. There are so many developing teams they are gathering in China to develop a line blockchain or a decentralized application on Ethereum. So it's still quite hot, and more and more talents are entering this industry because you know they know this is the representative trend of technical innovation. The point that the Chinese government, generally speaking, that they welcome technical innovations. So honestly, this kind of innovation doesn't involve any coin or token issues. And now we can see there are increasing number of distributed ledgers for blockchain in China.
不需要用 coins。You know, it's just the distributed line, distributed ledger doesn't have any native tokens on it. So this is quite welcome to the Chinese government. もう既に質問回答の中で出てきましたけど、中国政府はこのブログ技術とイノベーションが非常に政策上は奨励しています。ここはその運用上ですね、例えばその裁判所の運用上、証拠保全のところにも使われている話を聞いております。この辺の話も事例として挙げていただければ助かります。これがやはり
まあ、いわゆるですね、IT のプロジェクトやプラットフォームを私たちができなかったことが、今後はですね、プロジェクトができるようになるかもしれません。かつ、それが IoT だとか、スマートコントラクトを実装することによって、もう、要するにですね、決済だけではなくて、販売給付までも全てサイバースペースで終わるということが可能になる可能性があって、非常に面白いだろうなと思っています。で、リガの面から言いますと、もちろん個人情報保護の問題ですとか、先ほど言ったように、スマートコントラクトをかけない内容、これをどうやるのかという整備はもちろん必要になりますが、ぜひこれはですね、イノベーションをサポートする方法で、まあ、一方代理人会社なりで我々が頑張っていけるというふうに考えています。まあ、私がブロックチェーン のシステムで、法的に非常にその関心がありますので、意思決定の手段ですね、コンセンサスアルゴリズムというふうに言われているかと思いますけれども、まあ、パブリック型か、コンソーシアム型か、プライベート型か、参加する当事者の数によって、まあ、いろいろ変わってくると思いますけれども、この意思決定の仕組みがですね、さあ、今の3ポイントであれば、両方は、あるいは多数決といった、まあ、こういったいろんな制度が考えられていると思いますが、まあ、何が本当にベストなのか。特にその多数決という制度というのは、これはその参加者が主体的に取り組まない限り、実は意外と無責任な制度であると。事実上の寡占とか独占といった、まあ、弊害が出てきるのではないかと。そうなってしまうと、結局、せっかくその広く分散型な民主的なシステムということで、発展してきたブロックチェーン自体の、まあ、根幹がですね、揺らいでしまうことになりかねない。またそのコンセンサスアルゴリズムのシステム、その仕組み自体について、例えばきちんと理解することなく、そのブロックチェーンに参加しているような当事者、まあ、例えばそういった方たちが、どんなそのアルゴリズムということで、自分がそこから脱退する、あるいは自分がそこの場で起こしたですね、いや、法的に無効だという形だといった場合に、でそれは法的にどういうようなサポートができるのかといったあたり、無効や取り消しといった主張自体ができるのか。といったところも含めて、法的に非常に興味深いところだなというふうに思っていると思います。ブロックチェーンのレベルが中核的な議論になって、技術的側面についても、いろいろとさらに研究が進められていくんだと思いますけれども、まあ、質問についてお答えするのであれば、やはりそうは言っても、ブロックチェーンの、まあ、技術システムという画期的なものをですね、まあ、法律の面からサポートしてそれを育てていくということが、まあ、私たちが考える。何ができないから、これはやめましょうというような、そういうその後ろ向きの議論で、せっかくの技術や、まあ、イノベーションをですね、損なうことがないように、そのように心がけていきたいなと感じています。ありがとうございます。もうすでに時間超えてますけど、また翔さん、最後このまとめの一つのコメントですか、いただきたいと思います。お願いします。Thank you so for a lot of comments and good application of change. And first, I think the chairman will continue banning ICOs and other blockchain activities, especially in terms of the trading platforms. And on the other hand, they continue welcoming political innovations on coinless blockchain. And I think on the other side, the traditional financial institutions in China, they will apply this problem to the financial sectors, especially to security settlement and issues. And you know, also in China, the Central Bank of China, the People's Bank of China, they are also inventing digital RMB, which can somewhat replace the kind of digital currency. And this kind of digital RMB, they will be circulated in the mass market. That means you can use a laptop can export this kind of digital RMB. ご清聴ありがとうございました。時間超過してすみませんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。